1回表青道高校 1,2 年生チームの攻撃。1番大阪亮太くん、始まりました。皆さんコールのタイミングは徐々に慣れていってくださいね。さあ実況は私小野勇気でお届けします。まあ適宜にね、適宜にチャチャ入れていきますね。よろしくお願いします。お前ちょっと本気すぎねえか。マジか。最初どうする。おっとあのサインはピッチャー返しのサインですか。まずはストレート。言ってる。いやもう宣言して、それでちょっと彼のね強気だな、ポテンシャルを確かめようと思います。なるは強気だな。やばいやばいやばい。じゃあ行きますよ。はいよ。そいや、どうだ、これが俺のマシーンだ。さあ今のカウントはボールストライクですね。ストライク。さあストライクです。3ストライクで三振扱いになりますのでご注意ください。じゃあ次どうしますか。次どうしよう。おい沢村やれ。あれ飛ばせ。ちょっと今海斗君から情報が入りました。大阪さん変化球打てないっすよ。あれ。じゃあ行っちゃおっかな、曲がるやつ。いきます。さあ2球目。おさあ当たった。ボールは転がって、転がって、そうおいおい、あいやいやいや、あーっと切れた、ファール。よし危ない。さあファールの場合は、ストライク扱いになりますので僕のことは信用しないでください。ダメでした。もうちょっとでツーベースだった。そうですね、惜しかったですね。さあツーストライク。ファールはちなみに5本でアウトになりますのでご注意ください。マサさん声が小さくてあんま聞こえないです。コースが甘いぞね。はい。行くぜ。3球目。おっと外れた。うわ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 危ない。あっと転がって転がって、これはまだおっ、いや止まれ止まれ、おい転がっていかが、いやあっと、これはボールは止まってしまったのか。ダメなの。あーやったな。沢村入ってる。あ、ツーベース。ツーベース。カイト君。さすが。カイト君。何やってんだあいつ。お前ポテンヒットすぎるだろ。コロコロと転がってツーベースヒットとなりました大阪亮太。任せろ。いやー。何しに行ったんです。打ててよかったけど超一定。さあ、はい、先頭打者がいきなりツーベースで。出塁してランナー2塁ノーアウト。2回表青道高校 1,2 年生チームの攻撃。1番大阪亮太くん。さあ試合再開でございます。もう点は取られない。いくぞ。とっ、おっと、おーとっ、おっと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 、引っ張った打球。これはおっと、これはなんとソロ。なんとなんと2打席目大阪亮太ホームランでございます。大阪亮太なんと神宮の地でホームランでございます。いや、小野君ね、いや素晴らしい、ナイスバッティング。いやー、びっくりしましたね。いくら経験者だからといって毎回打てるとは限らない。すごいですね。いや、小野君ね、うちの沢村はね、ベース回るときにちゃんとマイクをこうやってちゃんと押さえてるっていう余裕があるからね。なるほど、俺に聞いてるよね、マイクを押さえて。もういいよ。さあ、ナイスバッティング。花江夏樹くん。